岡山と米子を毎日往復する定期貨物列車に巣を作って旅をしながら卵を温めているセグロセキレイがいるんだそうです。セグロセキレイが巣を作ったのは石油などの荷物を運ぶ定期貨物列車を引っ張る機関車です。毎日米子を出て岡山で荷物を積んで再び早朝に米子に帰る定期便ですが、どうも米子駅の構内に停めてある日中に巣作りをした様子です。これは今行方不明です着いてきたいうのは話には聞いておりますけど、実際に私は見たことはないんですけど、ものすごいそれは大きな音がしますね。一番やかましいところに作ってるわけです。そうですね、それはまあ止まっとる時点で作ったから、そんなこと思わず作ったんでしょうけどね。まあ親鳥それは大変だったんじゃないですか、岡山で先月末以来、母鳥は毎日320キロ岡山米子間を旅しながら卵を温めていたようです。ただ鳥にとっては予想外のゴールデンウィークで、機関車がここ5日間岡山で足止めとなったため、親鳥が迷子になったのかどうか、今は巣の中で卵だけがじっと待っています。